はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やーでみですね。さあやってまいりました。今回もプロデュース101ジャパンザガールズということで、第2話を見てというところで、ダンスが気になる方たちについてお話をしていきたいなというところでございます。今回はちょっとまた、かなりの実力者の方たちがいらっしゃるんじゃないかなというところで、本日はですね4名様ご紹介させていただきたいと思います。まずお一人目がですね、収録ボタンをフォイということで、石井蘭さんでございます。本当にもうびっくりですね。もう間違いなくプロの世界の方の踊り方、そして見せ方をされているなというふうに思いまして、ちょっとポイントでまとめたのがこの5秒のところですかね。速度落とし、音ちょっとめな感じで見ていきたいんですけども、このもうこの時点でめちゃくちゃうまいっていうところと、ここの上がり方、腰のあたりからグイーって上半身をこう持ち上げていき、首の角度にも少し変化をつけながら上に伸びていくところで、その後に落としていくところ、そのままご本人前出ていらっしゃって歌声のところ、ちょっとこうキーで言うとローの部分だと思うんですけれども、しっかりとこの歌声のところまで乗っていて、もうなんか見せ方まで完璧じゃないですか。もう申し分ない実力というか、完成されてる方だなというふうに、もう素直に見ていて思ったところがあります。あとは、20秒のところ、ここ立ち姿見ていただくと、この足のスタンスで、その何です、おみ足のこの長さと、お顔のこの小ささ、手足の長さで、めちゃくちゃ映えるんですよね。びっくりするぐらいやっぱり、ステージ映えするそのフィジカルを持っていらっしゃるんですが、同時に足のスタンス見ていくと結構広いところで踊っていらっしゃるなというふうに思いまして、やはり意識が高いなというふうにダンスを見ていて感じたところがあります。ちょっとこれはやばいぞと思ったのが41秒で、ここ多分かなりなんでしょうね、マニアックな見方になると思うんですけれども、フロアに入っているところでございます。膝をついているところからの目線をクッと持ってきて、この後ですね、ここなんですよ。右足をグッて出したじゃないですか。で、ここを出しながらこの左腕をグッて前に出すときに、ドンっていう風に一個上半身というか全身でヒットみたいな打ったの見えましたかね。ここちょっと細かいんですけども、グッっていう風に入れ込んだの分かりますかね。これその膝を立てた状態で、しかも姿勢がかなり低いところにあるにもかかわらず、ここで一個アクセントでゴッって入れてるのはちょっと普通じゃないですね。これはなかなかできないですよねっていうところで、一個引っ掛けに行く、グーンっていう風に入れてってからのこの低さで難なく上がってくるっていうところ、こういうところにもうプロフェッショナル魂を感じます。普通ここまでやらなくてもいいと思うぐらいの領域なんですけれども、どこのポジションにいても間違いなく完璧なパフォーマンスをされているっていうところがあるので、もうちょっとここまで来るとプロの意識の高さだなっていうふうに感じて思ったところがあります。さあ続いて参りましょう。佐々木つくしさんということで、とんでもないパフォーマンスが見えてきましたが、私まず佐々木つくしさんのそのダンス、もうこのオープニングって言うんですかね、切れ味の部分でお顔の使い方、首がめちゃめちゃ強いっていうのがありまして、後半部分で見ていく頭のこのヘッドの入れ方っていうところが非常にポイントになってくるかなというふうに思いました。躍動感の見せ方、スピードパワーっていうところを髪の毛でどういう風にこう表現していくのかっていうところは、一つガールズグループさんの中での大きなポイントになってきますので、そのあたりの佐々木つくしさんのこの見せ方は素晴らしいのですが、あれ歌声素晴らしくないですかって僕ちょっと思ったんですよ。どこら辺28秒ここかな、歌声が素晴らしくってからの髪のかき上げ方からの髪の解き放ち方、素晴らしい。歌声の上品さと少しエッジの効いたボイスのところに、ここまで優雅に髪の毛をサッって使っていくところ、小柄な方ではありますけれども、圧倒的なその女王感みたいなものを感じさせるというか、放っていくそのオーラだったりとか、ダンスのその空間の支配率みたいなところも踏まえてですけれども、とにかくダイナミックだなというふうに感じたところがあります。歌声が
すごくいいんですよね。発音というかアクセントの付け方みたいなところにも回し感があるというかグループ感が乗っているので、ここの1個目のヘッドのこの入りがあるじゃないですか。2個目でさらに強い頭の入れ方をしていくっていうところのこの1、2ですね。1、2、ここでもうとんでもないインパクトを出せるっていうところで本当に素晴らしいなというふうに思ったところでございます。そして1分の35秒ですかね。ここがまた素晴らしいポイントで、かなりこうキリングなパートなんじゃないかなという歌声ですよね。もう素晴らしいの、なんのもう鳥肌ブワーってなった後にこのダンスはちょっと、このそして頭の上げ方、腰の入り方、このあたりのダンスに関しては予告編でも使われてましたよね。ここのあたりはね、いや本当にだからその重心の低さもそうですし、踊っていくところ一つ一つのその最大可動域を取っていく、そしてあと首が強いっていうところで、どんなやっぱりそのインパクトみたいなものも絶対この首元で出せるっていう、でそこにその目の存在感っていうんですかね、お顔の表情もしっかりついてきて、さらに歌声も素晴らしいということで、かなりかなりポテンシャルの高さ、実力者でもありますけれどもポテンシャルの高さっていうところについても申し分ないんじゃないかなというふうに思いますので、今よりもまたさらに磨きがかかってくるのではないかなというふうに感じているところでございます。そしてお次参りましょう。田中裕樹さんということで、ハイクイーンズエビチさんの楽曲で歌っていらっしゃいましたけれども、今回多分ちょっとキーが低かったところもあって歌は少し難航したかなというふうに思うんですが、パフォーマンスはかなりエグかったなというところでございます。最初のこの入りのあれも欲しいこれも欲しい、この手の使い方とあと腰の入り方、乗り方、ダイナミックさ、この首元の軸がしっかりぶれない状態でグイッグイッっていうふうにずれていくところとか、あとはこのダイナミックな手の使い方、足の使い方、体の使い方にリズム感もしっかり入ってきているっていうところを、しかもこれまた歌いながらのこのパフォーマンスのクオリティなので、非常にレベルが高いなというふうにシンプルに感じました。そして、花がある。手足の長さ、そのステージ映えっていうところに関しては、かなりやはりアドバンテージなんじゃないかなというふうに思いましたし、その長所をご自身が一番よく分かってらっしゃるというか、その長所をしっかり活かした状態でダンスに変えていくっていうところがもうすでにできている方なのかなというふうに思います。そしてダンスに癖がない、めちゃめちゃクリアなダンスができるっていうところと、少しこのあたりのノリ感とかもそうなんですけれども、ガールズっぽい踊り方というよりは膝を外に開いていくっていうところの少しヒップホップなテイスト、ボーイッシュなスタイルっていうんですけど、ボーイズグループさんっぽいノリ感みたいなのもすごく得意とされている方なのではないかなというふうに思って見ているところもあります。おそらく全てのジャンルを綺麗に踊れる方なのかなっていうふうに思いますし、手足の長さっていうところもあるので絶対に映えるよねっていう方かなというふうに思っていて、で42秒のところでですね、ちょっと先に進むんですけれども、先ほどのボーイッシュなダンスといいますか、少しメンズライクなダンスというところからちょっとガールズな雰囲気に変えていくところのスイッチングがめちゃめちゃやばくてですね、ここで一気にですね、手をブンブンブンした後にここから左の手見ていただくと、スラッ歩き方、ここ女は女らしくっていう歌詞のところですごく一気に女らしくの表情に変えていったんですよ。その前までは結構バキバキに踊っていくスタイルだったんですけれども、でここうるせえに変わるんですよ。このあたりのここ膝を外に開いていくところの前のところのこの美しい部分の見せ方、優雅にちょっとこう女王というかクイーンとしての振る舞いを見せていきながらも、でもそんなのってさっていうのでうるせえっていうところにこう取りに行くところ、ここの2シーンといいますかスイッチングの仕方が素晴らしかったんですよ。表現力としてこんなににもその
使い分けられるというか、しかもそこがブツブツじゃなくてグラデーションでいつの間にか変わっていってるっていうところがすごいなっていうふうに思いました。これ単純にやっぱり表現力の高さだと思いますので、このあたりも田中裕樹さんのおそらく魅力の一つになってくるんじゃないかなというふうに思ったところでございます。このズン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 、これはやばいストップの質感がすごく綺麗に入っていて、で、かつそこに対する等速の動きみたいなものまで綺麗に入っているんですよ。で、それをやってる時のシルエットが、手足がやっぱり長いのでめちゃめちゃ綺麗という、めちゃめちゃ綺麗にそういうえぐい質感、ちょっと空間に対してニューっていう、ちょっとアニメーションまではいかないかもしれないですけれども、そういう固めの質感で見せていけるっていうところが、完璧ですね。びっくりしました。この最後の質感。かなり、こだわってる方の質感の取り方というか、だと思うので、絶対に伸びる方だなというか、ここから歌が、あとはいろんな練習生の方たちと一緒にパフォーマンスをしていくことによって、新しく見えてくるケミストリーというところも注目かなというふうに思ったところでございます。そしてですね、ラストお一人が、剣持なのさんですかね。剣持さんではなく剣持なのさんということで、ミューズの誘惑チームキューティーハニー、とにかく剣持さんポージングがめちゃめちゃ綺麗ですね。びっくりしました。一個一個のまず立ってるところのチャララン、ここですね。腰の位置の高さに対して腰に重心乗せていくところと肩のこの引っ張り合いのところがめちゃめちゃ綺麗です。で、この後に踊っていきます。すぐにダンスが来ますけれども、流行りののこのワンポイント左手が入ったところとか、もう早速素晴らしいポイント、女の子をの部分、ちょっと今ここ被ってしまってるんですが、この後お尻の小さなの部分のこの上半身のロールですかね、アイソレーション、ここです。ここのスピード感からのポーズ取って顔残しギリギリまで行きつつ流れ使っていきながらのポージング、ポージングっていうところです。ちょっとダンスが特殊というか、かなりこうガールズチームさんならではの踊り方っていうところで、一つは何と言ってもポージングの美しさ、あとは関節一つ一つを使っていきながら女性らしく踊っていくっていうところの、ラインがですね、こう曲線として取っていった時の美しさと、その曲線をどういう風に繋いで綺麗に踊っていくかっていうところの繋ぎなんですけれども、繋ぎがとにかくこの後全部綺麗ですね。一連の流れがめちゃめちゃ質が高いっていうところと、完成度が高いっていうところ、美意識を感じます。結構えぐいんですよね。フラッシュの部分ですね、この左手右手かと、この左足のこの結び方に右足の乗せ方、骨盤の位置、顔の位置、すっごい綺麗なポージングですね。ポージングプロフェッショナルだなっていうふうに思う方です。かなりトップクラスのポージングを持っていらっしゃる方かなというふうに思いました。からのフロアの使い方とか、ここら辺もめちゃめちゃ難しいんですが、足をしっかり伸ばしてから顔を上げてくるところ、しっかりお顔を見合わせていくところ、足のスタンスの広さ、ポージングダーンからのここのつなぎのあたりとかもしっかりウェーブが通り抜いた状態でみたいになってますので、めちゃめちゃ綺麗なダンスの取り方かなというふうに思います。ハニーフラッシュちゃん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 た。ここの立ち方めちゃくちゃ綺麗ですよね。少し右側に骨盤乗せて、その外側の骨盤から降りてくるように右足が落ちてきて、左足をワイドに開いていく、このつま先の立て方、首の角度、手元に対するこの指のピストルの位置っていうところで、今回はかなりこうガールズグループさんな、ガールズなダンスっていうところではございますけれども、ここからまたボーイッシュなダンスだったりとか、ちょっとガールズクラッシュな雰囲気だったりとか、逆にこうちょっと清楚系な雰囲気だったり、清楚系な雰囲気だったりとか、いろいろな表現っていうところで、より剣持さんの表現力っていうところが見えてくるんじゃないかなというふうに思ったところでございます。皆様の感想も下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。